それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、今日が最終回ですけれども、前回は拡張ユークリッド誤助法の応用例の一つとして方逆元の計算というのを行いました。で、今日は中国常用定理の話をしたいと思います。で、テキストは62ページのセクション 4.8 です。で、中国常用定理については多分去年の代数入門でもやったと思いますけれども、今回はそのより一般的にこう N 個の条件についての解を求めるということと、それからそのこれまでやってきましたそのユークリッド誤助法を用いて、特にその拡張ユークリッド誤助法を用いて効率的に解を求めるという観点から説明したいと思います。まずここでは、最初にその R をユークリッド正域としまして、で、ここでそのよく扱われる話にこの線形合同式というのがあります。で、これについては前回までに配りましたテキストの第3章のところに若干説明がありますので、必要な人はそちらも合わせて参照してください。テキストの第3章ですと33ページのセクション 3.2.2 というところに線形合同式に関する説明があります。で、一応軽くここでは触れるだけなんですけれども、その線形合同式ではどういうものだったかというと、N と A と B をその R の元としたときに、この N を法とする合同式 AX 合同 B という式ですね、これをこう X について解くというのがこの線形合同式の問題です。で、線形というのはその名の通りこの合同式が X に関して1次の式であるということから来ていますけれども、こういった問題が基本的なものとしていろいろな場所で考えられます。で、この線形合同式を拡張したものにその連立させた合同式というのがありまして、これ連立線形合同式といいます。で、ここではまず N1 から NK という K 個の元が R から取ってこられます。で、これらはその組が互いに素という条件をつけます。
互いにそうという条件はどういう条件だったかというと、その i と j の異なるすべての異なる組み合わせに対して、この ni と nj が互いにそうということですね。で、この直角のような記号は、その互いにそうという意味を表すというふうに、この授業でやりました。すなわち、まあ、GCD でいうと GCD が1になる、1であるということを表します。で、これともった別に、この A1 から AK という弦もありまして、これも R の弦とします。こういう状況のもとで、この i が1から k までの範囲で、この a と ai がその ni を法として合同であると、そういう条件を満たす、この a ですね。こういう条件を満たす、この a を見つけるというのが、その線形、連立線形合同式の問題です。で、今日話をするこの中国常用定理は、この連立線形合同式の、まあ、解き方といいますか、まあ、その解の存在及びその解き方をこう説明するこう定理です。ので、まあ、それに入っていきたいと思います。で、その具体的な定理はテキストの中には、いわゆる62ページの定理 4.60 というところにありますので、まあ、基本的にそれに沿って話を進めてみたいと思います。で、ちなみにこのテキストでは、この中国常用定理が2回登場していまして、最初の部分では、この定理 3.58 というところで扱っております。で、この定理 3.58 では主にこういったその条件を満たす A の存在について記していまして、で、ここで述べている定理 4.60 は、実際にはこの証明は演習問題になっていますけれども、その具体的な計算の方法についてこう示すという形になっております。ですので一応ここではその定理 4.60 のテキストの記述に沿ってその定理の紹介とそれから証明をしていきたいと思います。まず R をユークリッド整規とするのはまあ先ほどと同様で、それからN1 から NK を R の弦として、これらは互いに素とします。で、それから、あと、まあ、A1 から AK も R の弦とします。で、この時にまず定理の主張は、ある R の弦 A が存在して、
ですので、まあ、先ほどの連立線形合同式の言葉で言いますと、その連立線形合同式を満たす A が存在するということなんですけれども、まあ、今それを A と書いてますね。ある A が存在して、Ni を法として AI に合同であると。で、これがまあ、今用意した i が1から k までについて、この合同式が成り立つということです。で、まあ、この式に一応、星1つのスターの印をつけておきましょう。で、この定理の主張はもう一つありまして、さらに、この A プライムという R の元、まあ、一般には A と異なる場合もありますけれども、これも この上の合同式の解だとします。そうしますと、それの同値な条件として、この A と A プライムが N を法として合同になるということも言います。ただしここで N はこの上で与えました N1 から NK の積を表します。この、まあ、さらにという主張から分かることは、そのもし、まあ、この A がですね、この与えられた連立線形合同式の一つの解であるならば、この N を法として A と合同な元もすべて同様にその連立方程式、合同方程式の解になるということを言っています。でまた、これをまた別な言い方で言い表しますと、この連立合同法、連立線形合同式のこの解 A というのは、一位性に関しては、この N ですね、与えられた法の N1 から NK の積を法として、まあ、一位であるという言い方もできます。それでは今のこの定理の一応証明ですね、構成的な証明に入ります。まあ、この証明の中では、その次の性質を満たす R の元の存在を示します。E1 から EK というその R の元ですね、これの存在を示すんですが、それがどういう条件を満たすかというと、まあ、I と J をこう1から K の間からこう取ってきたときに、まあ、これ I と J はこう等しい場合も含めてこう 1から K の間から取っていくわけですけれども、そのときにこの EJ がですね、もし、まあ、J と I が等しければ NI を法として1に合同である。逆に J と I が等しくなければ
ゼロに合同であると、まあ、こういう EJ が存在するということを、まあ、示します。後で示します。でこの合同式を言い換えますと、この、まあ、EJ という弦なんですが、その、まあ、NJ ですね、I と J が等しいですが、NJ で割ると、その時の剰余が1になると。で、NJ 以外のこの N1 から NK の弦で割った時には割り切れると、そういうことを意味しています。まあ、ちょっと分かりにくい人もいるかもしれませんが、多分もしかしたら去年もやっているかもしれませんので、ちょっと思い出してみてください。で、これを、まあ、星2式というふうに置きましょう。で、まあ、こういう E1 から EK が存在するということは、とりあえず後で示しますけれども、ひとたび、まあ、この今のこの合同式を満たすような、その EJ が得られればという話なんですが、まあ、そこから、その今定理で示すようなその条件を満たす A を構成できるというのがまあ次の話でして、この EI を使いまして、この AI というのはその定理で与えられていた数、まあ、値なんですけれども、この EI と AI の積の和を作ります。でこれを A と置くと、実はこれが求めるその連立線形合同式の解になるということが分かります。で実際にその、まあ、A をですね、こういう形に置いたとしますと、その EI というのは、まあ、今の場合ですとこの NJ ですね、 NJ で この A を割りますと、この EI というのはその I と J が等しい、すなわちあの EJ だけがこう NJ で割った時に余りが1になって、他の EI というのは全部この NJ で割り切れるように作ってありますので、仮にこれをこう NJ で割るとですね、この AJ、EJ の項だけが残るようになっています。でしかも、この EJ というのは NJ で割った余りがこう1になるようにこちらで作ってますので、それにこう NJ をかけているので、最終的にこの A を NJ で割った余りがまあ、AJ になるということが分かると思います。ちょっと今この場ではなかなかピンとこない人もいるかもしれませんので、またこの授業の後で各自復習して確かめてみてください。
では実際にそのようなこの条件を満たすこの E1 から EK の存在とその構成法を示します。まず N をですね、N1 から NK の積とします。これ先ほどもちょっと出てきたんですけれども、まあ、同じように N を N1 から NK の積としまして、で、この Ni スターというのを、こう N を Ni で割った数もしくは弦とします。でこれ一応もう少し具体的な形で表しますと、N というのが N1 から N1 から NK までの積でしたので、それを Ni で割ったということですから、この Ni スターというのは、N1 から Ni マイナス1までの積と Ni プラス1から NKまでの積というふうに、この N1 から NK の積からその Ni を取り除いた、そういう積になります。そうしますと、その仮定からもともと与えられた N1 から NK というのは全てその互いに素という仮定がありましたので、この Ni と Ni スターも互いに素になることが分かります。Ni スターというのは Ni を含まないですね。でしかも Ni というのはNi 以外のこのすべての弦と互いに素という仮定がありましたから、その結果として Ni と Ni スターは互いに素ということが言えます。そうすると、この2つの弦が互いに素という状況が、そのユークリッド正規で発生、見られますと、まあ、これまでの流れですぐピンとくるのが、その拡張ユークリッドの互助法でその逆弦を表すと。具体的にはその前回の授業でやりました方逆弦の計算を行うことによって、この Ni スターの逆弦を計算できるということなんですね。もう一度述べますと、その Ni と Ni スターが互いに素ということから、Ni を法として、Ni スターの その積の乗法の逆弦が存在するということが言えます。で、これはその存在とそれから計算法については、まあ、これまでの授業でありました、拡張ユークリッドのアルゴリズムでこう計算することが、拡張ユークリッド5乗法ですね、で計算することができます。で、これを、まあ、この Ni スターの逆弦を、まあ、Ti と置きましょう。で、そうしますと、まあ、ここでその求まった Ti に対してこの Ei というのをその Ti と Ni スターの積と置きます。そうしますと、
実はこの EI がこちらの合同式を満たすということがわかります。これでその、まあ、この条件を満たす EI が存在して、またそれを計算もできるということが示せるわけです。でまずここまででその、まあ、求めるですね、連立線形合同式の解 A の存在が示されます。でその2つ目の主張として、そのこの連立線形合同式の解 A がこの N1 から NK の積を法としてこう1位であるということの証明なんですけれども、さらにまあこの A プライムというのもその同じ連立線形合同式の別の解としましょう。そうしますと、まあ、同じような合同式を満たすということですね。i が1から k に対して、もともとはこの A と AI が NI を法として合同だったわけですけれども、この A プライムもその同じ連立線形合同式の解とすれば、まあこの A プライムもこの NI を法として AI と合同であるということも言えます。でこのことから、まあ、A と A プライムもその各 NI を法として合同であるということが分かりますので、このことはすなわち NI が A A プライムを割り切るということを言っています。でこれが i が1から k の範囲で成り立つということが分かります。でここでその n1 から nk に関するその仮定を一つ思い出すと、その N1 から NK がこう互い素という仮定がありましたので、それでこの A-A' がこの N1 から NK のどれを使ってもこう割り切れるということを考えますと、この N1 から NK の積もまた A-A' を割り切るということが言えます。でこの事実というのは実はその、まあ、合同式での言葉で書き直せば、まあ、これ N ですね、これが N なんですけれども、この A と A プライムがその N を法として合同であるということになります。
で以上がこの今回のその中古重力定理の証明です。まあ、今回の証明はその、まあ、各種有機のご情報っていうのがそのこの連立線形行動式の解法の一つであるということを使っていますけれども、まあ、そういう意味では、まあ、各種有機のご情報の、まあ、有効な用途の一つであると言えると思います。そこで一応テキストにはこの中古重力定理を実際に使う演習問題がいくつかありますけれども、まあ、今回はその中の一つを使ってその実際の解き方を紹介したいと思います。問題 3.59 というのがありますのでテキストをお持ちの人は34ページを見てください。問題はこれから書く以下のようなものでして。まあ、A を求めるんですけれども、この A は合法として2と合同で、で6を法として3と合同で、まあ、7を法として5と合同であると。でこれを満たす A ですね、A、整数 A を求めなさいと。というのがここでの問題です。でこれを先ほどの中国重力定理で出てきたこういろいろな記号に当てはめて考えますと法がいくつか与えられていますけれどもまず N1 を5としてそれから N2 を6としてそれから N3 を7とします。でそれからまあ、それぞれの法における A の剰余なんですけれども A の1を2それから A の2を3それから A の3を5というふうに置くことができます。でまあこれらの法と剰余の組み合わせに対してその先ほど定理で述べましたこの E1、E2、E3 という弦ですね、これを求めるということが必要になります。でそれから
先ほどの法と定理の証明の中では、この与えられた法の積が出てきましたけれども、それを一応確認しますと、これ N という文字で与えられていましたが、これが5と6と7の積で210となっています。ですので、これを満たす A というのは、その210を法として合同であると。すなわち、皮膚の整数ですと、0から210の範囲の中に、これを満たす A が少なくとも1つ存在するということが分かりますので、今回はこの範囲の中で、この条件を満たす A を求めることにします。ということで、まず最初に E1、E2、E3 から順番に計算していきますけれども、まずこの E1 から計算してみましょう。で、一応先ほどのその定理に合わせて、この N1 スターを求めますと、N が210で N1 が5でしたので、N1 スターは42となります。で、これから求めるものは、この N1 を法とする N1 スターの乗法の逆減でしたので、これは42と5、42は N1 スターですね、それから5は N1 です。だから、この N1 スターと N1 を入力とする各所ユークリッド互助法によって求めることができます。この場合ですと、42と5を入力とする、その拡張ユークリッドの互助法により求めます。実際の計算の過程は、今回は、今はここではその時間の都合で省略しますけれども、講義ノートの方には書いておきましたので、必要な人は、適宜、自分で計算して、た上で後で確かめてください。一応この計算は実際の剰余の計算2回やると終わります。で、結論としましては、42にマイナス2をかけまして、それから5の方には17をかけたものを加えますと1になります。で、このことから、マイナス2と42の積が5を法として、1に合同になるということですので、
このマイナス2は5を法とすれば3とも合同ですから、このような合同式が成り立ちまして、このことからその5を法とする42の逆元の一つが3であるということがわかります。でこれを使いますと、この E1 はこの N1 スターの逆元である3と、それから、まあ、N1 スターの積としまして、126と求まります。ここまでいいですか。じゃあ今度は同じようにしてこの E2 の計算をしてみましょう。E2 の計算にあたってはこの N2 スターというのを計算しますが、これは210を6で割りますので35となります。でそうしますとその N2 を法とする N2 スターの、まあ、乗法の逆元を計算するんですけれども、これは35とそれから6を入力とする拡張ユークリッド5乗法によって求めます。でこれの計算も実質的にはその徐余の計算2回で終わりまして、まあ、結論だけ述べますと、35にマイナス1をかけて、それから6には6をかけたものを加えると1になるという結果が得られます。で、このことから、マイナス1と35の積が、まあ、6を法とし1に合同であると。同じことで、まあ、マイナス1は6を法として5と合同ですので、そうすると35の逆元の一つとして5が求まります。でこれを使って E の2というのは、5と35の積で175と求まります。あと最後にこの E3 の計算をします。
で、これで N3 スターを求めますと、210を7で割りますので、30となります。そこで、これまでと同様に、N3 を法とする N3 スターの情報の逆円を求めますが、これも今までと同様に、30と7を入力とする拡張有力のご助法によって求めます。で、まあ、これも結論だけ書きますと、30をマイナス3倍して、それから7を13倍したものを加えると、まあ、1に等しくなることが、この拡張有力という方から分かりますので、ただ同じように合同式をこう順に組み立てていきますと、30×4 というのが、まあ、7を落として1に合同になりますから、そうすると7を法とする30の逆円の一つが、まあ、4であるということが分かります。で、E3 ですね。E3 はこの30と4をかけて120と出てきます。で、最後にこれまで求めました E1、E2、E3 を用いて、その目的となる A を求めます。A は先ほどやりましたように、この各乗与ですね、A1 と E1 の積、それから A2 と E2 の積、それから A3 と E3 の積を加えることで得られますので、まあ、これを具体的に計算するわけですね。で、A1 は、今消してしまいましたけれども、問題から A1 は2で、それから E1 は126、それから A2 が3で、E2 が175、それから S3 が5で、A3 が120でした。まあ、これをずっと計算していきますと、まあ、252プラス525プラス600が1377になりますけれども。まあ、これももちろん、その、今回の条件を満たす A の一つでありますが、一応定理からですね、これとですね、その、210を法として合同な数は全部、この問題の答えになりますので、で、今のところは、その、先ほどの問題設定から、皮膚の整数でかつ210未満の
ものを求めてみましょうということだったの でこれからちょうどあの210の適当な倍数を引いてですね、この大きさを調整します。そうしますと、117という数が出てきます。ということで、その今回の条件を満たす、まあ、答えとして、まあ、117という答えが求まります。で、まあ、あの検算はですね、各自でできると思いますけれども、実際にこの117をこう2で、あ、じゃない、5で割りますと、2余ると、それから6で割ると3余ると、それから7で余ると、7で割ると、7で割ると5余るということが分かると思いますので、各自で確かめてみてください。ここまでいいでしょうか。ということで、一応ですね、この授業でやることを一通り終えました。で、まあ、本当はもう少しいろいろな内容を盛り込めればよかったのですが、残念ながら時間が来てしまいました。で、まあ、今回は私が初めてこの授業を受け持ったんですけれども、まあ、初めてということもありまして、まあ、その講義のペース作りは必ずしも最善ではなかったかもしれません。特に前半の多倍長計算のあたりで、まあ、今から思うと少しこう時間を取りすぎたかなと思う面はあります。ですので、まあ、一応この今年の講義の後半の方ではなんとかユークリッドのご情報を取り上げまして、まあ、それのに関するいくつか その計算ですとか、それから、まあ、一変数多項式のコーナー法などの計算を取り上げましてやりましたけれども、まあ、またそうですね、来年度以降もしまた機会が担当する機会がもしあればもう少しこう授業のペースを改善しまして、で、まあ、例えばその今回はほとんど扱う余裕がなかったんですけれども、酒井先生のテキストの第3章は数論に関する話題がいろいろ載っています。で、まあ、有限体の計算などもありまして、でそちらの方もその実際にこの計算を伴う数学としての対象としても、まあ、興味深い内容だと思いますし、それから、まあ、計算の対象としてもいろいろ有用な部分があり、またいろいろな部分で応用されている面もものもありますので、まあ、機会がありましたらまたそういった内容もこう取り上げていきたいと思っています。で、まあ、そういう意味では今回今年のこの講義は若干まあ内容が不足していた面があったかもしれませんが、まあ、興味のある人は適宜ですね、各自でこういった分野の内容の勉強を進めてもらいたいと思いますし、また、まあ、この授業はそういった皆さんのこれからの勉強のきっかけに、なってくれればなというふうに思います。それからあと、まあ、この授業はその数学の教職科目として必修でありますけれども、こういったその計算に基づくそういう数学もですね、あるいはその計算を観点とするような数学の見方も、まあ、これから教員になる人たちにもですね、こう何らかのきっかけになってもらえればというふうに
思います。ということで、まあ、ほぼ4ヶ月間でしたけれども、どうもありがとうございました。また、どっかの機会にですね、皆さんにお目にかかれることを願っております。どうもお疲れ様でした。これで終わります。